じゃねえか。あれ、さっき帰ったんじゃなかったのか。お、そっか。じゃあ一緒に河原行こうぜ。おう、これから河原で自主トレしようと思ってたところなんだ。ああ、綱だってたまには思いっきり体動かしといた方がいいぜ。よし、行こうぜ。よし、じゃあ始めっか。何言ってんだよ。普段運動してないツナの方が本当は体動かした方がいいんだぞ。いや、運動のしなさすぎは絶対に体に良くねえって。そうなのか。そんな話今まで聞いてねえぞ。本当か。おい、すげえよ、ツナ。いや、すげえよ。あんな動き運動部員だってなかなかできねえぜ。おお、そこまで動けるなら俺の自主トレメニューだってこなせるはずだぜ。安心したぜ、ツナ。これで心置きなく一緒にトレーニングできるな。何言ってんだよ。そんなに動けるならトレーニングしなきゃ逆にもったいねえぜ。よし、じゃあまずは上半身から鍛えようぜ。腕立て1000回だ。心配すんなって。あんだけ動けるんだ、ツナならできるって。998999 1000。よし、終了だ。やるじゃねえか、ツナ。本当に筋トレしてたんだな。よし、そこまでできるなら懸垂もやってみか。おう、俺がいつもやってるメニューだぜ。あそこの橋の欄干にぶら下がってやるんだ。でも離さなきゃ平気だろ。ツナなら簡単だって。体の前面と背面のバランスを考えて。まあ、1000回でいいな。998 999 1000。よし、終了だ。お、筋肉に効いてるな。何言ってんだよ。筋トレってのはその最後の1回のために回数をこなしてるんだぜ。そこでやめたらもったいねえって。できたじゃねえか。俺と同じメニューでいけそうだな。
うか。じゃあしょうがねえな。よし、上半身は終了だ。おう、だいぶへばってるみたいだな。下半身に行こうぜ。え？だってツナ、上半身だけじゃバランス悪いぞ。でもな。よう、元気か、ツナに山本。あ、こんちはっす。まだ野球の練習まで行ってないぞ。なんだ、面白そうだな。お安い御用だぜ。俺も混ぜろよ。まあ、ジーノさんがそう言うならいいか。よし、じゃあ準備してくるから、ちょっと待っててくれ。ウィッス。ほら、ツナのグローブだ。待たせたな。じゃあノック始めるぞ。お、またあの面白いノックか。じゃあ始めるぞ。ツナ、そんな逃げ足じゃ撃たれちまうぞ。おい、ツナ、大丈夫か？もっと真面目に逃げないと危ねえぞ。そっちに飛んでったぞ。大丈夫か？じゃ、こっちにも頼むぜ、ディーノさん。おう、行くぜ。私の勘違いかな。フルコースよ。はい、お仕置きです。は
始めるぜ。やってやるぜ。ほらよ。死ぬ気で暗殺。いやあ。こんなとこで会うなんてすげえ偶然だな。あれ？ちょっと素振りしようと思ってさ。油断してっとすぐに体腐っちまうぜ。お前もちゃんとトレーニングしろよ。おっと、別に何もないか。10代目、本番では俺たちを本気でボコボコにやっつけちゃってくださいよ。うん、みんなのために頑張るけど、やっぱり本気じゃ無理だよ。ダメです、10代目。本気でボコボコにしてくれないと観客がしらけますよ。でも劇だからさ。俺は10代目にならいくら本気で殴られても平気っす。そっか。奥寺、お前自分の見せ場はなくていいのか？俺はいいっす。10代目が目立つことが俺が目立つことより100倍重要っす。リボンの言う通りだよ。奥寺くんも目立ちなよ。台本からずっと全部やってくれてるわけだし。いや、遠慮しときます。敵役が目立ってこそ主役が引き立つんだぞ。うん、俺もそう思う。わかりました。10代目がそこまで言うなら何か考えます。俺が目立つ方法ってなんだろう。10代目、わざわざ俺の見せ場を一緒に考えに来てくれたんすか？これから商店街に行こうと思うんです。いろんな店を見て何かヒントを見つけられればいいかなと。マジっすか、10代目、ありがとうございます。10代目、何の店をヒントにすればいいっすかね。悪役仲間のクリーニング係。いつもみんなの忍者服を洗ってあげる優しい忍者。毎日アホ牛とか芝生頭とかの服を洗ってやってる俺を想像したら腹が立ってきました。10代目、次考えましょう。謝らないでくださいよ。もともと俺が無理やり10代目を付き合わせてるんですから。これだ。よし、やるぞ。10代目、
俺先に帰ります。というわけで、おめえら忍者ボムのアイデアを考えろ。なんだよ忍者ボムって。俺が劇中でボムを使って何かをやるんだ。そのボムの名前が忍者ボムだ。名前だけ決まったか、内容が全く決まってねえってことだな。その通りっす、リボンさん。なんか面白そうじゃねえか。みんな、ゴクネラのために考えてやろうぜ。今日の夕方までに頼むぜ。いいアイデアを出せねえやつは俺がぶっ殺してやっからな。ゴクネラ君、それ、頼む立場で言うセリフじゃないよ。ハヤト、ずいぶん偉そうね。ああ、アメキ、なんで？ちゃんと考えてきただろうな。ゴクネラ君、ごめん。俺、全然いいアイデア浮かばなくて。重大目は考えてこなくてもよかったんですよ。負担をかけさせたくないっすから。でも、みんなに悪いから。発表しなきゃいけないもんね。あの、一応名前は水ボム。水ボム？10代目、水ボムって何？俺もなんだかわかんないんだけど、ただボムって火を使うでしょ。だからその逆で水って発想で。お前は本当バカだな。10代目、気にしないでください。俺は10代目がアイデアを考えてきてくれただけで満足ですから。ジャンプさんも考えたもんね。名付けて100年後ボムだもんね。100年後ボム？100年後に爆発するボムだもんね。100年後に爆発してどうすんだよ。どう？見てみろ。肉まんボム、これ、はい。これが肉まんボム。ただの肉まんじゃねえか。俺のはかっこいいぜ。ベースボールボムだ。どんなボムだそれは。
ダイナマイトに野球ボールの模様を描くんだ。かっこいいだろ。模様を描いたところでボムとしての性能は何も変わんねえだろ。俺の考えてきたボムはボクシングトレーニングボムだ。ボクシングトレーニングボム？ボムは爆風が強い。だから爆風に耐え、バランス感覚を養うトレーニングを行うのだ。バカ野郎、それはトレーニング方法じゃねえか。だからどいつもこいつも。シャマル、シャマル、何か考えてきたのかよ。イアンボム、そんなのじゃないと思います。シャマル、てめえ真面目に考えろよ。ったく、どいつもこいつも。待てよ、煙がどうかしたのか。煙だ、ひらめいた。おっしゃ、早速開発するぜ。あ、ゴクデラ君待って。